本日もお疲れ様でした。ありがとうございました。調子いいですよ。いい。あるかもしれない。いやー、ちょっとそうです。8月入りましたから。でこの6連戦、まあ負けた試合もありましたが、とはいえサヨナラがあっていい流れで来ております。来ております。はい。どうですか、山内さん。いやいや、まあ、タイガースとね、今ちょっと競ってますけども、はい、まあ、確かに新井監督の言う通り、本当は8月の中盤以降、ここに山あると思いますね。そこをでは乗り切って、この一騎打ちになると、もう9月に入って、まだまだずっと続くと思います。もう本当ね、9月末ぐらいまで続くと思います。まあ、阪神も本当に強いですね。強いですね。やっぱりね、タイガースはピッチャーがいいです。だからなかなか失点しないので、試合展開がいいですよね。まあカープと同じような感じです。いやもう本当にね、優勝への期待が膨らむんですが、山内さんちょっと早速なんですけども、いつもこのスポラバチャンネル最後にこうやって募集していて、募集に応えたいということで来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はスポラバ番組ホームページからいただいたということで、ペンネームたかちゃんからです。たかちゃん、牽制のうまい選手について、山内さんが満点ままで盗塁の話をしているのを聞きましたと、そこで投手はどう牽制を阻止するのか聞いてみたいですと来ております。牽制を阻止する、ちょこっとスポラバでねやった、上本がね3投決めたっていうところ、あれね、結局盗塁って結局ピッチャー盗むって塁を盗むって、だからピッチャーが盗まれてるんですよ実は。だから今回はピッチャーが盗まれないようにするためよということですね。そうですね。そう、投手はどうやって阻止するか、それはですね、まあセットポジションに入って、こうセットポジション入るじゃないですか。ピッチャーってこう一塁を見たりこういう動きがを一定にしないってことです。毎回毎回変えるってことです。例えば、セットポジションに入って2回見たら投げるピッチャーとか、1回投げたら投げるピッチャーとか、それ結構ね偏ってくるんですよ。それを1回で投げてもいいし、2回こう動かして投げてもいいし、そういうのを回数をバラバラにするとか、でもそれって全く動かさないとか、それを動かさない時もあれば1回をやるっていう時もあるし、2回こう見る時もあるしっていうことで、毎回毎回ね同じタイミングでバッターに投げないってことなんですよ。はいどうぞ。でも、それを変えちゃうと何かこう自分の中のルーティン的なものが崩れるのではないかという不安。そうです。だからそこがピッチャーのランナーを背負った時のピッチングが大事っていうことなんですよ。だからよくランナーを出してピッチャーを崩せたらいいなとか、まず出塁をして崩そうって言うじゃないですか。解説の僕がそこ言うじゃないですか。そうだからそこなんです。ピッチャーはそういうちょっと違う、いつもと違う動きをするから、ちょっとコントロールが乱れたり、盗塁を阻止するためにストレート、速いボールを投げると変化球だとちょっとキャッチャーまで遅いじゃないですか。だからストレートは多く投げさせたりっていうことになっちゃうんですよ。だからなんかこうちょっと集中できない、そう違う要素が。でもピッチャーはそれをやらないと盗塁されるんですよ。じゃあどうしたらいい？あとだからそういう変えたり、あとですね、皆さん、タカちゃん、タカちゃんじゃなくて皆さんね、ランナーってこうやって、僕は一塁ランナーですよ。一塁ランナーがここでピッチャーがこっちにピッチャーがいたら、サイン見るとき、キャッチャーのサインが出て、キャッチャーのサインを見てるときがあるんですよ。ランナーがキャッチャーのサインを見てる、あるんですよ。もし見えるキャッチャーがいたらね、そこ見てもいいんですよ。見られちゃいけないからキャッチャー隠してやらないといけないんです。それを見て、牽制ないなと思って走るランナーとかもいるので、ピッチャーはそういうサインを交換してる時に牽制を入れたりね。わかります？もう一回お願いします。ピッチャーがキャッチャーとのサインを交換してる時に、ランナーがそこを見てるやつがいるので、ランナーその時にバッと牽制を入れたりするんですよ。ははピッチャーを見てて牽制来たら帰れるじゃないですか。でもちょっとこうサインを見てるとかもしれないので、そうサインの交換の時にバッとやったりする、牽制を入れたりするんです。はいはいちょっと高度なあれだったよ。でもサインを交換してるわけじゃないですか、私がピッチャーで。そうそうそう、ピッチャーでもサインを交換してるからサインを見てるわけじゃないですか、ピッチャーがね。はい、キャッチャーのサインを見てる。でも牽制をするってことですか、急に。そうです、ピッチャーが急に牽制する。それはもうピッチャーのフェイクサイン交換ですか。いや普通いいんです、ピッチャーはもうやってもいいんです別に。隙をつくみたいな。そうそうそう、そういうランナーがいるから見るんだよみたいな感じです。あっ、ピッチャーから言わせろ、何見てんだよ、なんかそうそう。あとですね、例えばよく首を振るってあるじゃないですか、はい、首を振るって、はい、それってある程度、まあ、皆さんは球種を決めてると思うじゃないですか、はい、球種が決まったということは、牽制はランナーからするとですよ、牽制はないなって思うじゃないですか。分かりますか。牽制のサインだったら「うん」って言って牽制してくるのに、もちろん球種をこうピッチャーが首を振ってうなずいたらだったら、なんか決めたの牽制ないなって思うじゃないですか。首を振った時にも牽制を入れるとかね。はあ、だから基本、はい、そうやって隙をつくんですね。ベース基本的に、そうです、基本的にもうもう相手の考えていることを全てこうやっていかないと走られたりするから、ピッチャーはすごくそういうことをやってるんです。投げるだけじゃない、投げるだけじゃないんですよ。あとは盗塁されないために、まあセカンドだったらね、セカンドランナーが皆さんがセカンドだったらこうピッチャーでこうセカンドこう見るじゃないですか。はい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 。まあもちろんこの首の回数も変えますし、あとこう真ん中を見たりね、いつもこっから投げるんじゃなくて、こうまあ正面向いたとこから投げたり、ランナーセカンドランナーを見ながらバッと投げたりする、そういう首の動かし方をね、何個も何個も持ってるんですピッチャー。それをやってなんとか盗塁っていうのを阻止していくんです。いや、なんか野球ってこれ満点の時ですかね、山内さんも、はい、いつもこのピッチャーがこういうことをした時に牽制をするからっていうのが、選手がこう、はい、自分の中にデータがあって盗塁をしたりとか、そのちょっとした動きで判断してるっていう話があったじゃないですか、はい、で今の首のこともそうですし、なんかこうただ投げて打たれた打たれなかったじゃなくて、本当このちょっとした3センチ5センチぐらいの動きで決まっているんだと感動しました。感動しましたかいや、でも勉強になりました。いや、本当そうなんですよ。まあだからそういうのをスコアラーだから相手のランナーはもうそのピッチャーの動きとか牽制2回以上入れないピッチャーとか、こいつはもう牽制あまりしないよとか、牽制きつこいよ、3回以上入れるかもしれないよとか、そういうのを全部スコアラーの人が暴いてくれるんです。だからピッチャーはそれを暴かれないように自分の特徴も知っておかなきゃいけないし、自分の癖を知っておかないと。心理戦ですね。そうなんです。だからプロ野球はね、本当にね、何度も同じチームと対戦するじゃないですか。はいはい。で、そういう、まあ、ビデオだったり、そういう研究もすごいので、もうすごくね、単純に本当さっき言った打たれたとかそういう問題じゃなくて、すごく複雑な過去のデータとかがね、入り混じってるんですよ。今日深いスポラバチャンネルになりましたね。今日一番深いかもしれないですね。これはタカちゃん分かっていただけましたでしょうか。まあタカちゃんね、まだまだね、ちょっと僕も今ちょっとパッと言われたんで答えられてない部分なんですけど、まだまだね防御策はねいっぱいあります。だからやっぱ私とかが想像してる以上に野球のも使って、まあもちろん技術も使って、そう心も使って、だからそういうのをやってると精神もピッチャー疲れるわけよ。でそれって結構ある意味ランナーのためにやってることじゃないですか。こうでもバッターとも対戦しないといけないから、二方向からねピッチャーは攻められてる感じなんです。大変大変だ大変だだからやっぱそれを聞いた今、もし打たれたとしても全力で応援しようと思います。私たちができるのは頑張れと、そうです、ね、打たれてダメだじゃなくて、でも野球こういうのを聞くとね、すごくそうです、ね、皆さんもね野球の見方決まると思いますし、変わると思いますしね、またこう違った視点から楽しんでもらえたら、そう想像力をねどんどん働かせてください。ああ、今ランナー切りすぎてコントロール乱したのかなとかね。しかもそれが一緒に仲間と見ていて出たらちょっとかっこいいですよね。かっこいいよね。確かに。ちょっと癖が癖はね、みんなあります。ああ、はい、必ずみんなありますから、癖を利用するっていうことです。僕もねよく言われました、山内癖出てるよ。へえ。でも言われると私うわ嫌だなと思うんですよ。でもそれ1週間後にはね、次の対戦にはみんな直してるんです、癖を。癖、ああ、なんかでも癖ってこう自然になるから癖であって、それを直すっていうのが大変そうですね。難しいでしょ、癖を直すの。難しいです。でも本当に切羽詰まった状況の中でまた癖が出るんですよ。そこであたふたしてしまって、それを出さないようにするっていうピッチャー。いやー、ちょっとぜひこの目線でね、はい、見てもらえたらと思いますので、また皆さんどしどし応募してきてください。すごい聞き応えがありました。ありがとうございます。はい、そしてもう一つ、はい、ここはちょっと私から、福屋広島駅前店で真夏のカープ展が開催されます。ちょっと急にガラッと変わりましたけど、ちょっと広島県限定になるんですが、8月1日から15日、福屋広島駅前店でそのカープ展なんですけれども、その菊池選手の1500安打であったり、秋山選手の NPB 通算1500安打、栗投手の1000回投球回の記念達成、記録達成記念パネル記録達成記念パネルレプリカを手に持って写真撮影ができたり、前半戦に発売した、限定 T シャツの展示、販売はないんですという、とにかくこれまでの戦いちょっとどっぷりカープに、浸れて振り返れるというカープ展が始まります。ということで、T シャツをね発売されると思うんですが、その例えば、なんかこう劇的なさよなら勝利の時に次の日 T シャツが出たりするんですけれども、そういったのもこう見られると、で写真も撮れるということで、こういった展示もあるんですが、今回このご紹介とプラスアルファで私ちょっとプチクイズご用意いたしました。はい、この真夏のカープ展なんですが、展示写真撮影の他に、俺答えるの？そうです。展示写真撮影のほかに俺以外いないです。いや、皆さんに出すのかなと思って山内さんにです、でこの真夏のカープ展ですが、展示やその写真撮影のほかに今回初となるミニチュアワークショップが開催されます。ミニチュアワークショップ作る、ミニチュアを作る、ものすごい小さいサイズ、縦横3センチでカープをのあるものを作るんですが、それは一体何でしょうか。3センチなんで、もこれぐらいですかね。グローブ。違います。カープといえば赤ヘル。カープといえばカープうどん。そうです。カープうどん何よ。カープうどんのミニチュアを今回初なんですって。ほんと小さいサイズのものをキットだったり、実際に完成品も販売されるということで、こちらぜひですね、ミニチュア好き、そしてカープ好きの皆様、ぜひ行ってみてください。私ちょっと写真見たんですけど、すごいこう緻密、ほんとリアルな感じで小さくなっておりますので、ちょっとそちらもね楽しんでもらえたらと思います。野球だけでなく、こうやってグッズなどでもね楽しめるのはカープの魅力ですから、ぜひこの真夏のカープ展も行ってみてください。スポラバチャンネルですが、こんなことを知りたい、これに関してトークをしてほしい、山内さん教えてくださいというような野球に関するテーマ、野球にもう関しなくてもいいかもしれません、そんなテーマを募集しております。スポラバ番組ホームページとスポラバ番組ホームページとスポラバ公式ツイッターから募集しておりますので、たくさんのテーマをお待ちしております。それでは良い夜を。